どうも、作詞コンサルタントのひろいです。動画で答える作詞の Q&A 第2回目の配信となる今回は、歌詞の完成が決められない、こちらのクエスチョンをテーマにしてお話ししていきます。さて、今回の、クエスチョン内容ですけれども、歌詞の完成が決められない、こちらの悩みを抱えている人が、たくさんいますので、これをテーマにして今回はお話ししていきます。そもそもですね、歌詞の完成が決められないと悩んでいる人の多くは、まあいろいろ理由はあるのでこれからお話ししていくんですが、率直に言ってしまえば、自分で添削をすることができない、自己添削能力ですね、この能力がまだ身についていないために、要は自分で自分の作品を、これは完成だ、もう十分書き尽くした、完成している、これなら自信を持ってリスナーに聞いてもらえるというような、そういう革新的な自信が持てていないために、まああるいはその見切りがつけられないために、要はとどまってしまっているわけですね。なので、その問題を、これから解決していくためのお話を、していきたいと思います。で、まずはもう漠然とした答えですが、早急にですね、意見感想をちゃんとくれる人に見せてしまうべきですね。その作品が自分が思うには完成しているかどうかわからない、あるいは本当に未完の状態だという状況で、これ以上どう作ろうか、どうしようというように、要はペンが止まってしまっている状態であるならば、もう素直にそのまんま見せてしまう方がいいと思います。完成していようがしていまいが、自分が今現状できる限りのした状態の歌詞を見せてしまうべきですね。なぜなら、とにかくですね、そうやって現状維持のまま迷って悩んで前に進めない、その状況自体がもったいないので、見せてしまった方が明らかに次に進めます。でですね、まあ今言いました通り、迷い悩む時間こそ無駄、自分でわからないなら人に見せてしまうべきだですね。でもちろん誰でもいいから見せればいいというわけでもなくてですね、やはり見せるべき相手も考える必要性はあります。一番の理想はちゃんと音楽的な意見感想をしっかりとあなたのためを思って返してくれる相手の方が、望ましいですね。言うなれば僕のような専門家に見せてしっかり意見感想をもらって、次のステップアップのためのアドバイスをもらう、それが一番理想形です。まあもちろん僕も含めほぼほぼ有料のサポートになりますので、そこはあなたが対価を払ってそうすることでしか、この方法は使えないですけれども、一番の理想はやはり専門家に見せることだと思います。あるいは
音楽仲間、音楽に非常に詳しい先輩だとか、そういう人がいるのであれば、そういう人に頼る。それすら難しいのであれば、まあ今から作る、そういう音楽仲間を作っていく。そこもまだちょっとって思うのであれば、まああまり望ましくはないんですけれども、知人、友人、家族、あるいはまあよく見る光景ですけれども、ネット上の掲示板とか、あのヤフー知恵袋とかいろいろありますけれども、そういった誰かに質問ができる場所を使って一般の人に見せる。一応これもありではあるんですが、ただもう僕が見る限り、まああとは過去の僕の経験から振り返ってみても、音楽にあまり詳しくない人、あるいはもうリスナーとしての感覚しか、知らない一般人の方々に見せたとしても、あなたが欲しい本当の答えやアドバイスをくれることは非常に望みにくいんじゃないかと思います。なので、まあ、優先順位的に言ったら、先ほどもお話ししましたけれども、一番の理想は専門家に見せること、2番目はもう音楽仲間、音楽に詳しい知人先輩、そういった存在を作る、あるいはそういう存在がいるのであれば、そういう人に頼るですね。で、まあそれすらまだ今難しいのであれば、まあ今から、まあ、作っていくのがやっぱりいいんですけれども、すぐにでも誰かに見せたいのであれば、それ以外の知人、友人、家族、あるいはもう本当に他人同然の一般人に何かしらの機会を作って見せるしかないと思います。まあただもちろん、その一般の方々に見せたからといって、要はその効果が全く望めないというわけでもないですし、まあ、やってみなければ分かりませんからね。もし作品の出来自体があなたが自信がなくても、他の人が見たらいいかしらっていうような出来栄えになっている可能性ももちろんありますし、ただですね、僕がなぜその一般人の方々に意見を、感想をもらうのはあまりよろしくないというお話をしているかというと、まあもう見ればわかるんですけれども、ネット上をいろいろ検索したりして、いろんなね場所を見たりすればわかるんですけれども、本当にその人のために意見や感想を言っている事例が非常に少ないからです。例えばあなたが同じ立場になったとして、誰かの作品の感想意見を言うとしてですね、親身になって答えられるかどうかなんですよ。全く知らない赤の他人の歌詞を見て、まあ出来栄えが良かったらもう素直にいい歌詞ですね、すごい素敵な歌詞ですねって返せると思うんですけれども、もしそのあなたがもしネット上で歌詞を公開して、誰かが見たとして、その歌詞があまり出来栄えがよろしくなくてといった場合に、いい意見やいい感想だけが返ってくるわけじゃやっぱりないんですね。要は批判であったり、皮肉であったり、もうボロクソのダメ出しであったり、他人ですからいくらでも好き勝手言えるわけですね。で、その意見ももちろん大事なんですけれども、要はあなたがそれに耐えれるかどうかというところもあります。その批判やね、皮肉とか
もうボロクソのダメ出しとかそういうものがもし返ってきた時に、赤の他人からそういうことを言われてあなたが耐えれるかどうかっていうところもあるので、であるならばあなたのことを親身に思ってくれる、ちゃんとあなたのためにアドバイスをくれる、そういった存在に見せるのが早いし効果的だし、あなたの次のステップアップのためにはなるんじゃないかなと思いますね。まあどんなことを言われようが絶対に諦めないとか、もう強い意志精神力をお持ちであるならば、どんな人に見せてもいいかなとは思いますけれども、まあただ現状としてこの問題で悩ん、もしあなたが悩んでいるのであれば、もう自己添削がまずできない状態だからこそ悩んでいるはずなので、であるならばやはり専門的な意見感想をくれる人に、見てもらって、専門的なアドバイス、専門的な次のステップアップのための道しるべをしてもらった方が最善なんじゃないかなと思いますね。今言った通りですけれども、音楽仲間を作ってみせるか、あるいは僕のような専門家に有料で見てもらうのか、結果的にはそれらの方が早く次のステップアップに進む近道になると思います。要はですね、結局のところ歌詞の完成を自分で決められないっていうのはもう自己添削ができないからなので、だったらその添削能力を高めていくためにも、いろんな人に積極的に見せて意見感想をもらうといった経験を積み重ねていくことです。だからダメ出しとか失敗とかそういったことを恐れる気持ちがあって躊躇している部分とかも多分あると思うんですけれども、そういうことを恐れずに、積極的に挑戦してください。あなたの歌詞が完成する、その結果はそういったその積み重ねの先にあると思います。まあ僕の経験談を軽く出すとですね、僕なんかは無名時代、まあバンド活動していた時期とかあったんですけれども、バンド仲間に何百回見せて何百回もダメ出しをボロクソに食らって、何度も何度も悔しい思いをし続けてきましたからね。はい。まあそれだけ覚悟と信念と情熱を持って僕はやってきているので、まあ必然的に心は強くなっていきましたけれどもね。はい。結局まあ恐れていたって仕方ないと思います。リスナーに聞いてもらうために作詞をしているんであったら、いずれは誰かに見せなきゃいけないわけで、誰かに見せないと結果もわからないわけで、だったらもうそこで躊躇していたら絶対に先には進めませんよね。なんとなく自分でできるようになったかなっていうなんとなくの思いで、人に見せずに書き続けていっても成長はできないと思います。それは僕も昔書き始めの頃はそういった感じだったので、そこもわかるんですよ。だから僕が劇的に変わり始めたのってやっぱり音楽仲間を作って本当に僕のためにアドバイスをしてくれる仲間がいたからこそだったので、なので理想はあなたがやっぱりそれだけ信頼できる音楽仲間や知人を探して作ってですね、意見感想をもらうこと、あるいはまだそれが難しい、でも
今すぐにでも作詞をレベルアップしていきたいというのであれば、僕のような専門家に、まあ、有料にはなりますけれども、お願いするといった形でやっていくのがベストだと思いますね。ということで、以上で、答えは終了です。今回お話しした内容もですね、 PDF として、まとめてありますので、ご自由にダウンロードをして、有効活用してみてください。 YouTube をご覧の方はこの動画の説明欄にある詳細から、ブログ記事をご覧の方は、この記事の後半内容から、ダウンロードできますので、ぜひ、利用してください。あと、まあ、簡単なお知らせが2件ほどあります。まず1個目ですけれども、まあ今更なんですけれども、 Facebook、 あと Twitter、 こちらの方を、広いで最近からコツコツと、更新再開し始めました。まあ以前はあんまり本当に全然使ってなかったんですけれども、まあよりいろいろな方々に、見てもらって、音楽やってる人にぜひ有効活用をしていただけたらなという思いで、こちらの2つのツールも使って、最近いろいろとポツポツと、書くようになったので、よろしかったら、ぜひ一度ご覧になってみてください。結構しれっと重要なことをこぼしていたりすると思うので、何かしらのきっかけになるんじゃないかなと思います。あと、もう一個のお知らせはですね、こちらの番組、そして別番組の方でも、設置してるんですけれども、動画専用のですね、フォームを設置しました。こちらの方にですね、例えばこっちのこの番組だったら、こういった内容の悩みがあるので、この悩みについて の回答を動画で答えてほしいとか、もしそういう希望があったりするのであれば、こちらのフォームから あなたの悩みや問題を書いてみてですね、僕に話してみてくれていいんじゃないかなと思います。あと、まあ、もう一つの番組の方のフォームも、まあ、同じような形で置いてありますので、ぜひ、何か僕に質問とか相談があるのであれば、ぜひ利用してみてください。まあ、このようにですね、いろいろな総合的にいろいろな方々の悩みや問題を僕は結構見てる人間なので、そこから一つ一つ抜粋していって、こちらの番組で取り上げて動画にして配信していきたいと思っていますので、僕に聞きたいことがあったら何でも質問相談してみてください。それでは、長くなりましたけれども、次回もお楽しみに。今回の動画もあなたの悩みや不安を解決するきっかけになれば幸いです。お相手はひろいでした。